Dur canım, ikinani cüppüm kandoga. Acılar ya, konsula, konsula donla donla yaptı sana bir tane. Hazgasi. Selo, Dujan Bes. Dujan Bes. Ay yok, onu kayıp. Ay, ay, se, ay, ay. Madi yo. Ay, madi bas. まだよ。まず、まだ。あら、えらいとこ。まだ。まだ。おー、えらいとこの下で、パパさん。まだ。まだ。まだ。いやー、飛びかけた。危ない。飛びかけたよ。よし。よっしゃー。あ、ニワトリさん、ごめんなさい。待ち合わせに遅れちゃって、あれ？ニワトリさん、ちょっと待って。アフタヌーンティー一緒にしようって言ったのに。ちょっぴり寂しいレイさんです。ルニーもなかなか難しいって言ってたわ、パパさん。いつかは友達になれると思うから、私も頑張ろう。それそれそれ、ちょっと待って。あ、レイさん。あ、そういうことね。じゃあ、今のうちに、ルーちゃんです。いやー、今日も、面白いね。おー、レイさん、出た？出たって恥ずかしいじゃない。レイさんです。ごめんやで、もう、デリカシーなさすぎたわ。いつもママさん、片付けてくれて。ありがとうね。あれ？パパさんちゃうの？あの、車、パパさんやで、ママさん、パパさん帰ってきたって。いやー、ほんまに。おーい、パパさーん。ルーちゃんやで、パパさん。なに、もう、何時まで働いてんの？そう。迎えに来てくれた。そうやで、もうあんまりにも遅いからさ、びっくりや。おもろいな。まさかおるとは思わんかったんちゃうの。ほんまに、もう。困ったもんやで、パパさん。行こうか。もう、はよ、晩ご飯食べなな。マブさん、シートベルトちゃんとしてよ。さあ、それでは、レッツゴー。それより、日曜日、遊びに行ける？すがすがしいね、ルーちゃんです。いやー、ちょっぴり眠たいけど。いやー、雲一つない青い空、もう最高ですね、レイさん。そうねー、すごい気持ちいいわ、レイさんです。ほんとに雲一つないわね、最高ねー。ほんとすごいわー、この青空。こんな日が一日でも長く続いたら、みんなの笑顔が増えて、心にゆとりができて、みんなに優しくできると思うな、ルーちゃん。はい、ルーちゃんです。いやー、川沿いの桜ってほんま綺麗やな。風情があって最高ですわ。こういうのルーちゃん大好き。いやー、もう屋形船やん。そしてボート。あれから見たらおもろいやろな。パパさん、こっちや。もう今年は梅も見に行ったし、ミモザも見たし、この桜なんか最高。名前はわからんけど、この白い花も綺麗かった。おうちの桃なんかもう最高。そしてこの公園の桜、いいですね。来年も絶対ルーちゃん、見に来よう。あたしがレイさんです。お次はルーニー。だんだん上手になってきたな、ルーちゃんです。いやー、ママさん、レイさん、どんどん上手になっていくな。そろそろ行こうか。いやー、もうなんなんこれ。ね、ママさん、えらいこっちゃ。あ、これ、春一番やで。もう、えらいこっちゃ。この風吹いたらもう春です。いで、みんなが入ってるって。よっしゃー、負けへんで、ルーちゃんは。向こう行こう。今日も楽しかったわね。レイさんです。レイさん、レイさん、来たでー。来たね。何が
が来たの？来たね、来たね、あれ？ほら、見て、赤い電車。ちゃんと見た？チンチン電車。ほら、言うてる間にもう一丁来たで。あー、今度はブルーのやつやな。キーって、おー、上手に止まるな。レイさん見た？見たけど、あんまり興味ないかな。これ男の子には大人気やで。そうだな、よかったね。いつかルーちゃんも乗ってみたいな。いやー、今日もよーけ遊びましたわ。うん、いい匂いする。ほんとねー、すごいいい匂い。あらー、パン屋さんあるやん。もうなんで？あら、こっちはファーストフード屋さんやし。いやー、これ極めつけのたこ焼き屋さんやで。マムさん、どうする？そしてルーちゃんたちにも大好きな喫茶店。もう最高ですわ。あかん、夢中になりすぎて挨拶を忘れちゃった。レイさんです。あれ、ルニー、これは何？あー、さくらもち。さくらもちって何？え、知らんの？私食べたことないわ。もうめちゃくちゃ美味しいで。今日も元気いっぱいルーちゃんです。どうした、マムさん？お、レイさん、何？ちょっと何、あたしもうよくわからないの。もうこれ何、何が起きてんの？なんでこれ水がブワー言うて落ちてきてんの？いやー、わからんな。これどんな仕組みになってんやろな。ルーちゃんにはわかりません。そして、え、大阪最古の公園である住吉公園には昭和8年にラジオ塔が建設されました。はー、ここでみんなラジオを聞いてたんやな。ルーちゃんもラジオ番組やってみたいな。それそれ、行くよー、バブさん。もちろん散歩には散歩行く？行きます。今日もノリノリのルーちゃんです。あたしも行くわよ、レイさんです。もうこの時間が楽しみやってんな、レイさん。ほんと楽しみ。そうやね、もうバブさん。あ、そういえばママさん、ママさん遅いね。あれ、まだ準備してるんかな。そうね。どないしたんやろ。まっとこ。ママさん、準備時間かかるの？楽しみやね。ママさん、早く。ママさん、遅いや。もう、ルーちゃんも、よりやからって言っても、スーパーだ。ボサボサのルーちゃんです。ルーダン。なに、ママさん。カットしに行く。カット？散髪ちゃうの？お留守番のレイさんです。いやー、やっぱおかしいと思う。散髪やと思うけど、行こうか。いやー、散髪とカットの違いがよーくわかりません。まあ、そんなことよりも、今日の髪型どうする？よっしゃ、やっぱり大谷選手みたいな髪型にしようと思うねん。終わったよ、ママさん。ルーちゃんまだ鏡見てないからわからへんけど、どない？えらいこちゃ、えらいこちゃ、ママさん。今、鏡見てきたけど、これ全然大谷選手と違って、もう角がリーター。さあ、今日も楽しかったな。おうおうおう、おやつタイムだ。あら、あれ、ルーちゃんに今話しかけてくれたんじゃん。ちょっとめっちゃ嬉しいや。もうこういう時はこんにちは。びっくりした。こんにちは。いや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 、もうルーちゃんです。いやー、こんなことあるんやな。え、そう、同じ名前や。もうちょっと話しかけよう。元気ですか？いやー、こんなめったにないからな。もう、ママさん、もうちょっと近づくことできへんの？友達になってくれへんかな？えらいもん見つけたでー、パパ。はいかいルーちゃんです。いやな、窓からな、桃の木見とったらな。そうそうそう、ママさん、それそれそれ。もうえらいこっちゃで、パパさん。まあ、とりあえずパパさんで、ほら、ほら、すごい実がなってる。いやー、こんなあれもこれもあれも、桃だらけ。いやー、これはえらいこっちゃや。うん、今年はピーチネクタ飲み放題やわ。あれ、こんなお店あったかな。いや、これはどこの国の国旗なんや。あれ、初めて見るわ、ルーちゃん。いやー、
パパさん知ってた？いや、なんかいろいろ売ってるけど、ルーちゃんです。レイさん忘れてね。大丈夫、レイさんよ。あ、わかった。これベトナムのお店屋さんやな。いや、初めて見る商品もいっぱいあるし、お菓子もあるし、でもなんか変やな。なんやろ、無人店舗。え、嘘、店員さんいてないの？大丈夫？今週のルーちゃんのいきなり10分動画どうでしたか？それでは皆さん、じゃんけんぽい！また来週見てくださいね。